大ちゃんの休日。うまかろうした、楽馬した。よし、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 ふう、へえ、大チャンネル。ふんちゃふんちゃ、あ、ふんちゃふんちゃ、ふんちゃふんちゃ、ふんちゃ、あ、じゃ、よしよしよし。うわ、いっぱいした、いっぱいした。うわ、いっぱい飲んで、いっぱい飲んだ。よいしょ、よいしょ、はい、よいしょ。とてもいい天気です。今日はカメラマンさんのところのワンちゃん2匹と散歩します。はい、よーよ、いこ、いあ、いこ、よいしょ、よいしょ、はいよ、はい、いよ、いよ、いよーん、はいよーん、はい、はい、こっちこっち、やきーす、かわいいよね、はい、ワンちゃん2人連れて最高の気分です。かわいいワンちゃんです。アマくんとサランちゃんです。桜が綺麗です。行こう、行こう。お、金柑がなってる、金柑。結構引っ張られてます。はい、はい、それ、はい、はい、よくできました。運動不足解消のつもりでワンちゃんと一緒に歩いてるんですけど、ワンちゃん元気で飛び回ってますね。かわいいでしょ。とってもいい天気です。今日はかわいいワンちゃん2匹とね、一緒に散歩しています。ダイエット、飼い主よりも犬が痩せなんて、ああ、ワンちゃんの方が元気です。あ、うちね、シェパードとスピッツのね、愛の子の子供がいてね、うちで犬飼ってました。かわいい女の子で、ね、今日は男の子と女の子、ね、アモちゃんとサランちゃんです。かわいいですね。よく言うんだよね、動物が好きな人は心が優しいって。ね、ねえ。かわいい。よし、はい、よし、ご、はい、はいよ、はい、うちは兄弟2人、兄と弟で、父が一人、母が一人、4人家族だったんですけど、やっぱり犬は分かってんだよね。一番下はね、自分の下だと思ってんだよね。だからよく噛みつかれたりしてね、ワンちゃん本当にね、自分が一番上だって、もしくは一番上のね、お父さんがいて、お母さんがいて、お兄ちゃんがいて、で自分たちがいて、最後に弟だったりするんだよね。今日はでも違うよ、俺が主人だなんて。可愛いね。でもワンちゃん可愛いです。今日は癒されてます。子供たち釣りしてます。クラゲ？あ、いるね、いるね。それクラゲがいて、釣りは子供の時にね、足柄の川が佐川川という川のほとりにいたんで、
結構、魚釣ったりしましたね。よし、いえいえ、はい、ゴール、イエーイ。よし、よし、桜がすごい綺麗、桜がすごい綺麗です、ね、気持ちがいいです。春はいいね。なんか1年間で一番こうなんかワクワクするというかドキドキする、なんかそれはこの桜の咲くこの季節かなと思うんだけどね。桜がいっぱいあります。一緒に歩きます。はい、なんか懐かしいな、ブランコなんか。何十年ぶりだろう。よっしゃ、持ってきて、持ってきて、カッ。これね、昔ね、本当にね、飛んだよね、これでね。あと、立ちこぎね。よくやったね。なんか、いい休日は、なんかもうやりたいこといっぱいやって、楽しいなと思うんだけど。お兄ちゃんがいてね、二人兄弟で、すごい仲良くてね。兄は、五つ年上。体が大きいんだよね。184センチぐらいあって。だから、親戚の人がみんな、まあ、大ちゃん大好きなんだけど、大ちゃんっていうのは兄のこと言うんだよね。じゃあ、俺誰みたいな。なんか、子供の時のそんな思い出がたくさんあるんだけどね。エピソードがあります。家でね、家の近くの近所の駄菓子屋でね、人形をこう、パラシュートでこう、ね、高いとこから落とすと、ふわーっと降りるっていうね、200〜300円のおもちゃがあってね。絵がね、もう軍人さんがこう、パラシュート背負って、バーッと降りてくる絵なんだよね。で、人形って言ったおばさんの言葉をね、人間と聞き間違えてね、あ、これはもう飛べるんだと思ってね、2階の屋根に登って、上からね、こうやって持ってね、飛び降りた。でね、運が良かったのは、まあ、車を止めてるガレージの上のところにね、屋根がついてて、その屋根に降りて、もう一回降りようと、せっかく高いところに登ったんで、まあ2回飛び降りようと思って、横を描いたのが功を奏したというか、バリバリバリッつってね、屋根を突き抜けて、下に落っこって、で、うち母がその時いたんだけど、うちの母がね、どうしたつって見に行ったらね、自分の息子がね、パラシュートをこう手に持ってね、倒れてたってわけで、ね。なんか面白い思い出もあります。兄が初めて自転車乗れるようになって、しかもその自転車で、これはね、今話思い出すだけで笑っちゃうね、床屋に行ったので、母からね1800円もらって、まあ900円が2人なんだね。兄の慣れない自転車でね、後ろに乗せてもらって15分ぐらいかな、走って、砂利道だったんだな、その時に舗装が途中から工事に入ってて、自転車で走ってて後ろに乗って転んだんだね。これ子供のポケットってこうちょっと入り口が大きくて間口が広い、そっからねポロって落ちたんだね。100円だけ見つかんなくて、1700円しかなくて、子供って正直だから100円足んない、1800円1700円だとできないと思ったんだろうね。兄貴はちょっと待ってろって言って、自分だけ床屋してもらって、また家に帰ってきて、今度は三面鏡の前に座らせて、立ちバサミを持って、大輔今から髪切るぞ、どんな髪型にしますかっていうことは今でも忘れないんだけど、言われてね、もう下手くそなね、立ちバサミでバババババってやってね、大トラよ、こんな感じ。その後ね、家に母親帰ってきて、で兄はね遊び行っちゃってね、一応こんなまんまの弟がそのままいて、母にどうしたのって言われてね、説明したらね、もう慌ててから床屋に連れてってもらってね、結局一番前のこの場面がね全部切られちゃったからね、残念ながら丸坊主になっちゃった思い出があります。兄の結婚式の日にね、この話をエピソード話をして、お兄ちゃん結婚おめでとう、あれからいろんなことがあってやっと最近髪が伸びてここまで伸びたよなんて冗談を言って、全然ウケなかったんですけどね。はあ、いい天気だね。ね、やんちゃ坊主でね、なんかもう目立ちたがり屋でね、小学校6年生までいるね、学校の児童会のね、集会で、1年生の時にね、質問があるそうです。はいって手を挙げてね、あ、じゃあ君って刺さってからね、考えるの。でね、うちの兄貴がね、家に帰ってきてね、弟は恥ずかしいっていつも口癖のように言ってたのを今でもね、親に言われます。でも、小学校もね、中学校も生徒会長やったりとかしてね、やっぱり人前でこう、話したりするのがすごく好きで。ね、そのまま大人になったという感じです。へー、おじいちゃんになるのかな、年齢おじいちゃんになるんだろうね、きっとね。新鮮、いつも新鮮でいたいからね、明るい元気のいい、なんかやんちゃなおじいちゃんがいいな。かっこつけてね、楽しいことが好きなね、そのおじいちゃんで、ずっと入れたらいいな。やんちゃなおじいちゃんはね、周りにたくさん人がいてね、飛び回ってるような人。そうそうそう、もうね、家にいないみたいな。またいないよ、みたいな。いいよね、なんかそういうのね。そう、もうね、おじいちゃんの練習してる感じ。
子供の時からずっと七変わらないから、ね、あの好きな言葉がね、一生青春っていう言葉が好きでね、だからもう何だろう、一生青春を求めていきたいななんて思ってて、サム・エル・ウルマンっていう方のね、詩でね、青春とはユースっていう詩があってね、この青春の定義は肉体の年齢ではなくて精神の年齢が大事だからね、いつも明るく心がね若くいないと、そしてそういう人は一生青春を生きれるっていうんで、いつが一番幸せって聞かれたらいつもね今って言えるようなね、でもしかしたらこれからなんてね欲張りに言えるような、そんな一生青春でいけたらいいなと思うよね。なんだろうね、想像したことないね。基本的に男兄弟二人だったから、兄が男の子だっていう扱いだとしたら、意外と妹みたいな感じでね、あの片付けを手伝ったりね、掃除手伝ったりね、兄とは違う感じだったんで、職業はね歌手にならなかったらね、学校の先生になりたくて、英語の先生かね、国語の先生かね、なんかそういうのやりたかった。まあこれは男性でもなれたかもしれないし、女性でもなれるかもしれないし、歌手になれなかったら違う人生の一つは学校の先生もやってみたかったかな。でね、優しい先生でね、すごく分かってあげれるような、不登校とかにならないようにね、いじめなんかを絶対見抜いてね、たくましく強い男気のある女教員、僕専いいよね、ついてこいみたいな、こういう感じの先生がねいてもいいよね。先生に憧れてまた、生徒が先生みたいな先生になりたいと、暮れ夏む街の光と影の、武田鉄矢さんにね、歌手協会のコンサートで一緒になったことがあって、楽屋が一緒でね、お会いしたんだけど、和菓子の入ってるね、袋に入ってるやつがね、栗きんとみたいなのがあって、ケータリングで置いてあってね、武田鉄矢さんが持ってきて食べようと思ったんだけど、袋が開かないんでね、それを見かねて自分が取り行ってね、よかったら開けましょうって言って、キャッと開けてあげてね、ありがとうって言ってもらったんだね。あれがすごく嬉しかったね。優しい人で。熱血教師であり、歌歌っててもすごいリーダーシップもある人なんで、なんか憧れるよね。なんか武田鉄矢さんかっこいいなと思うよね。うまかろした、楽ました。大ちゃんの休日。この動画が良かったと思われる方はいいねボタン、そしてチャンネル登録お願いします。